はは、いいいいどうももこんにちはのゆです。す。本日も数学の話題を提供していきたいと思います、えー、今日の題材は1995年度の京都大学後期文系の第4問ですね。えー、自然数の n の関数 fn、gn に対して、えー、このように n を7で割った余りそれから gn は3倍の f のシグマの傾向1から7までの k の n 乗という形で、えー、関数を決めてあげます。で、 1> 1で、F、の、N、の7乗と F N が等しいこと二がですね非常にユニークな問題で、えー、あなたの好きな自然性の一つ決めて GN を求めようとその GN の値をこの括弧二2の特典としますというあまあ特典がねその、えー、と開示されてるまあその問題の値ですねとしてそのえっ、ー、と得られるっていうことなんですよね。 ととてもユニークな問題だと思います、ねまあ、えー、過去にねこういう形でその出されたことはないんじゃないかなと思いますし、まあ、最近でも系統の問題ってないと思いますね。はい、まあ、実際にその受験報告なんかを見てみると、まあ、例えば1とか2とか3とか代入して全部これ0になるんですよ G の値は。だから、まあ、そこで諦めちゃった人とか結構いるみたいですね。 まあそのからくりがどういうふうになってるかっていうところまでその試験時間内で、えー、と突き詰められたかっていう人は多分向けの生徒で京都大学の学生受験生でもなかなか少ないんじゃないかなと思います。はい、えー、それでは1番からやっていきましょう。えー、とまず Fn=n イコール、N、を7で割った余りっていうことですから。えっ、ー、と N イコール 7×9+,r っていうふうに書いたときの0からその6までの数ですね。これが余りになるので、fn ってこう n を書いたときに r を出すっていう関数だっていうふうに言えます。まあ、fn モード r ですね。n のモード7で考えたときの値っていうことです。こうですね。で、かっ1は f の n の7乗。 ですね f の n の7乗と、えっと、fn が等しいっていうことを示せっていうのが、えっと、各位置ですけどこれ要するに n の7乗を、えっと、7で割った余りと、えっと、n を7で割った余りが等しいっていうことなのでこれを示せってことです。これを示すってこととその1番の えと等式は同値ですよねでこれはまあはっきり言ってほぼ自明なんですよね。なんでかっていうと、まあ、n イコール例えば0の時には両辺0になってえっ、ー、と明らかですよね。なら0イコール0で明らか。だし n イコールえっ、ー、とモドなので0でないものはプラスマイナス1プラスマイナス2プラスマイナス3って書けます。でそれを えっと、まあ全部6乗したものを考えるとこれプラスマイナス1の6乗プラスマイナス2の6乗プラスマイナス3の6乗全部6乗して考えてあげると全て1になるんですよこれ。まあこれあのフェルマーの小定理っていうものですね、えー、つまり n と7が互いにその時にはそのの 7マイナス1の6乗したら必ず1に戻るので1になるっていう定理があるんですね。まあ一般に a と p が p が素数で、えー、互いに素になっているような a に対して a の p マイナス1乗はモド p で1だっていう定理があります。まあこんなまあフェルマーの小定理かねこれは明らかなんですけど、まあそれを知らなくとしてもね、えー、この計算をすればいいだけなので。えー 括弧 1>, 1のこの n の7乗と n がモノなので等しいというのはそんなに難しい話ではありません。はいというわけで、えー、と証明としてはまあこれで十分ということですね。はいじゃあ2番に行きましょう。2番は gn のちょっとか形をちょっと調べてみます。gn というのは 3×、えー、とシグマをこうくざし崩して書きましょう。 分かりにくいので1の n 乗足す2の n 乗足す3の n 乗足す7までの n 乗ですねこれの和の7で割った余りっていうことですだからまあ要するに3る1の n 乗足す2の n 乗足す点点点の7の n 乗までのモッド7の値ということです。いいですか でえっとまあ違うところはその3倍をかけてしまってちっちゃくしてしまってはダメなんですよ。えっとあくまでここの値は余りであり0から6までの数が来る0から6までの数が来るでそれを3倍した値ということでまあえっと普通に考えてその18がマックスですね。だってこの f の値っていうのは0から6までしか取れなくてそれの3倍がついてるだけなので。 その値が例えば1だったらえっ、ー、と32だったら63だったら9でマックス6だとしたら、えー、631818点取るってことですねまあそういう仕組みになってるわけですでまあちょっと、まあ、調べていきましょう調べる段階でこの最後の7っていらないってことに気がつかなきゃいけませんなんでかっていうとここまでの値のモード7の値はその最後の7は7で割れるからあまりには関係ないわけですね だからここの最後の部分は6まで計算すればいいんですよだから6の n 乗のところまで計算をすればそれを7で割った余りと等しいことになるんでそれだけで十分ってことですねで G1 をちょっと計算してみましょう G1 の値は F の3の1足す2足す点点点6ですよねでえ全部足せば1から6まで足したら F の2分の1の n かける六かける七ですね。三二十一です。二十一七で割れるから、これゼロになってしまいます。つまりこれゼロです。そうすると g 二に行きましょう。まあこんな風に言って最初計算していくと全部ゼロなんですよ。これなんかもシグマ計算できますよね。えー、っとまあこれもゼロになるってことがまあ容易に確認できるんです。 3×f のまあ地道に計算してもいいけどね 6×6×7×2n+1、えーえー、ですから13っていう形になりますよねここは約分されて7で割れるのでここ結局0ってことになります、まあ、こんな感じでやっていくとあれいつになっても得点がもらえないっていう話になりますねで3計算してもえー、っとダメなんですよでどこまで計算したらいいのかっていう見通しが立たないと ここれ永遠にやりり続けることになりますよね。でもよく考えてみてください。この1番で n の7乗は n になるって言ってるんですよ。n の7乗と n のモード7での値はあまりは等しいんですよ。ってことは G7 を計算すると実は G1 と等しいってことが分かんなきゃダメですね、これ。f の1の7乗足す2の7乗足す、点々点の まあ7のところじゃなくて6の7乗までの計算ですけどこれえっ、ー、と n の7乗は n に等しいんで f の値はだからこれ1にしちゃっていいんですよこうやってだから g1 の値に3倍っていうことですねもともと g1 は0なのでこの値まあ g1 に等しいってことですねここの値とこの値は同じなんですよだから まあ結局これも0になるんですけど、えー、と7以降を計算する必要ないってことです。G8 だったら3倍の F のこれ1の8乗になるわけですよ。2の8乗になるわけですけど、えー、と8乗になっても結局、えー、と7乗に1を1回かけたってことで7乗は1乗と同じなので2乗になるわけです。こうなるわけです。つまり6乗になってこれ結果的に計算は G2 と同じになるわけです。 ででは0だから0なわけですそうすると,、えー、と1から6まで全部頑張って計算すればとりあえず答えは出そうだなってことですね。全部0ってことはありえないそうですね。だから G1 から G1 まあ G1 から計算しましたけど G6 までを計算して最大値を求める。して。 マックスを求めるこれで、えっと、自然数 n として、まあ、最大値が求まるというわけです。まあ7以降は結局繰り返されるだけなので1から6まででその最大値があるよってことです。いいですかはい。ということで G6 の値なんですね。これがちょうど、えー、6になって6318。で 3×6 で18。でこれ。 の得点がまあ、えー、いいってわけですまあというかそれ以外全部ゼになるんですよ。G1 から G5 までは全部ゼロになって6だけが18点ということでこれまあ後ろから計算した人はラッキーですね。まあ7以上は結局繰り返されるってことで、えー、と1から6までを計算すればいいわけですけど、えー、とその6を計算した人だけがもしかしたら点もらえてるかもしれないです。ですね。 まあこれちょっと背景についてもお伝えをしようと思います。それでは一旦消します。はい、えー、っと何がポイントになってるかっていうと、原子根っていう話題ですね。えー、っと、R というのを元ナの原子根とする。えっと、要するに元ナの集合っていうのは、 えー、まあゼ0を除いて123456とあまりの集合で0以外のものですねこれ集合としては、Z、Z の単元群というふうふに書くことができますこの間のバッテンつけたものですね単元群というふうに表記することが多いと思いますけど、まあ、要するにその、えー、とモドなどの世界で掛、えー、け算足し算 割り算ができるえっとまあいわゆるタイという世界になってる F7 というこういうふうに書いてそれの情報群の元っていうふうに書いてえっとこれは要するに巡回群になっていてまあえっと必ずその一つあ あるって原則の証明みたいなのはねあのまた別の証明が必要なんですけどまあ例えば3を取るとそのこの3の愛情ということで愛は1から123456これを取ってあげるとえっとモンド7で全部の集合が結局これがこのモンド7を取ったものが1から この集合と一致するってことが証明できるんですね。で、そういうその性制限のことを原子コンって言います。ですね。まあ、このいわゆる巡回群の生成源なんですけど、これあの存在は自明ではないです。えっとこれオイラーが証明を試みて証明できなくて、ガウスが初めて証明したっていう風うに言われてるぐらいなんですね。 はいまあえー、とここではその存在と証明とかは証明抜きで認めます。3のべき乗でその全部1から6までが作れるっていうことなんですね。つまり K に対して3の i 乗っていうものが取れるってことです。i が1から6まで、えー、動くとその1から6までのものが取れるってことです。だから gn の値として3倍の f の1の n 乗足す2の n 乗足す てん点ん6の n 乗までの和になってますけど3倍の3の1の n 乗3の2の n 乗 +3 の3の n 乗点点点三3の6の n 乗という形にかけるってことです。これ順番はもちろん変わってますよ。3の1乗が3になってるけど3の2乗は9になって戻らなんで2ですよね。だから のこの順番でではないんですよあくまで3の1乗をモード33の1乗は3ですよね3の2乗は9になってモード7で2です3の3乗は2727 27っていうのはマイナス1ですよね28が1だからでつまりこれは6ですね6って書いた方がいいですけど マイナス1だとと初めててて乗して1だってことが分かりますね。だから原子根ってことが分かります。3の4乗だと、えー、サブ618これとこれかけて、えー、と3の3乗と、えー、3かけて18ですね18だから4が作れますね。モード7で4になって3の5乗の時に3412で、えー、5が作れるわけです。で6乗で初めて1が出てくると。 つまりこうやって123456っていうのが全部作れてるわけですいいですかだからこの1の n 乗から6の n 乗まで順番を変更してこういうふうに書くことができますそうすると3のえっ、ー、とこれえっ、ー、と等身スレーズの和になっているので f の3の n 乗足す3の 2n 乗 3の 3n 乗足す点点点の3の 6n 乗までの和になっているので3る f の3の n 乗マイナス1公比がえっと r が3の n 乗初項が3の n 乗で公数が6ですね公数が6の等比数列になっているんですよなんで えとそれの公式に代入してあげるとこんな感じになりますよね。3のの N 乗,の6乗マイナス1っていう形になりますで、えー、とこの割り算はちょっと意味がわからないかもしれないけど、えー、3n-1 マイナス1で割るっていうのがモッド n の世界で割り算っていうのはこれタイだからできるんですね。タイだからできてこの弦が0でないので意味を持つんですよ。 逆円がちゃんと存在するのでつまり3の n 乗マイナス1というのは0でないので、えー、と n が6でなければ n が6でなければ6の時にこれ1になってしまうので n が6でなければこれは0にならないんですねそうすると逆円が存在して、えー、と分母は0でないということですただし分子は3の6乗が1になってここの部分が1になっちゃうんですただ1マイナス1で0になるので 結局 3×3 の n 乗 ×0 の3の n 乗マイナス1にえっと3をかけたって結局0ということです。なんでえっと結局1から5までは n イコール12345っていうのは全て gn の値は全て0になるっていうことがこれからも分かってしまいます。ですかで一方6の時は。 n=6 の時は分母が0になるので、えー、計算ができないんですけど3の n 乗も3の 2n 乗も6乗の時点でもこれ全部1なので、えー、とつまりこれ3の 6n 乗まで全部1なんですよねだからここの部分が全て1なんです。ということは。 G6 の値は3 × f 1 1 1 1す 1, 1, 1, 1, 1になって、えー、と3の f の6ということになって 3×6 で18というのができるっていうことですね。はい、つまり、えー、とその6乗して初めて1になるっていうことを利用してその6乗した場合にはここの部分が すべててになってしまうそれ以外は1から6まで均等に結局現れることになるので最終的に0にななるわけなんですね6乗してるから6乗が出てきて 6, 6個数が6なので6乗することになるのででも3の6乗1だから必ずここの部分は1になるんですよ。だから 1−1 で分子が0になって結局この GN の値はトータルとして0になってしまう。 というわけで6の値をね見つけないと,、えー、と18点もらえないというわけですね。ここまでで計算して、えー、ともういいやっていうふうになった人とかね非常にもったいない人いたと思うんですけどまあそういう問題を、まあ、意図地して作られているのかなというふうに思います。さすがにあの原子根までし調べて、えー、この別解作れる人っていうのは、まあ、文系の生徒ではほとんどいないんじゃないかなと思いますけどね。でも まああの6まで考えて計算すれば十分でその中に答えはあるはずだっていうふうに、えー、理解して、えー、と根気づく計算した人はいるかなと思いますね。はいというわけで整数論のね、まあ、ちょっと深いというかまあえっ、ー、と初等整数論の域に入り込んでいる整数問題なのでまあ結構ねその整数の問題をどこまでやるかというのは、えー 悩みどころですよねその例えばマスター部整数の問題をしっかりやったからといってじゃあこの問題ねえ時間内に取りきれるかっていうとななななかかかかそうもいかないかもいいいしれないです、ね、まあ不定方程式とか、まあ、出やすい傾向がある問題は強いけれどもこういうふうにねちょっとアレンジされた問題だとなかなか手が出せないなんてこともあるのでまあねあの学問とかよく調べてですねまあえー、あまりねその 難しいところもやっても出なかったら意味がないので、まあ、その辺のねあんをうまく整えて対策をしてみてください。はい今回の授業は以上です。ご視聴ありがとうございました。